や、やってみっか。今日という今日は発見させるぞ。第六宇宙の方がはるかに美味しいこと天国なんだよ。冗談はその体だけにしてもらいたいもんだ。カップラーメンをスープまで飲み食っておいてどっちが言うんだか。第七宇宙人だから地球があるなって一気だ。そっちの地球は破壊神が破壊するまでもなく勝手に滅びたんだぞ。知らないまだ終わってねえ。ちょっと何だこれ。すぐに片付けてやるぜ。ヴィルス様、ほどほどにしてください。なんだよ、喧嘩を売ってきたのはあっちの方だろ。まだ何も言ってませんよ。気が過ぎましたか、シャンタ様。俺のところは自分にしといてやるよ。めっちゃ出てくるからね。はいはい、早く帰れ帰れ。めっちゃなかなかでした。これは落ちない、大したものですね。まだ終わってねえ。それでは私たちも帰りましょう。どうかなさいましたか。なんだか無性にイライラするんだよね。ここ破壊して帰るか。ここは第六宇宙と第七宇宙の中立空間ですよ。やめておいた方がよろしいかと。じゃあこのイライラはこいつで晴らすとしよう。はあ、仕方ありませんね。今までの戦いとは違う世界を見せてあげるよ。神の次元ってやつよね。まだ終わってねえ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 。
いいね、久しぶりに楽しくなってきたよ。破壊神の僕はいいセンスを持っているようだな。このようなものがいるとは驚きです。今の攻撃なかなかのものでしたよ。どうやらただものではないようですね。ああ、もういい、やめだやめだ。あら、もうよろしいのですか。お腹が空いたから終わりだ。美味しいディナーを食べるぞ。はいはい、わかりましたよ。そうだ、それでいい。やればできるじゃないか。